こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日はオーストラリアアマゾンで販売する商品についてです。オーストラリアアマゾンはいきなり売れます、まあ。eBay はね、リミットアップと信頼性を高めるための評価を貯める必要があります。まあ、そのため、安い初めの数ヶ月はダイソー商品などを利益度外視で販売する必要があります。アメリカアマゾンも信頼性を高めるため取引件数を重ねる必要があります。 そのため、初めの数ヶ月は安いダイソー商品などを利益度外視で販売する必要があります。ところが、オーストラリア・アマゾンはみんな始めたばかりなので、利益度外視で販売する必要がありません。その代わり、モノレートなどのツールはありません。まあ、eBay のテラピークにしても、まあ、アマゾンのモノレートにしても、ツールというのは取引が活発だからこそ機能します。ところが、本当のブルーオーシャンであるオーストラリアは、 取引そのものが少ないのでツールもありません儲かる商品を手探りで探す必要があります日本で売れてるものを売るまこれは売れる可能性が高いですしかし商品を知らないので売れないという可能性もありますアメリカで売れているものを売るまこれも売れる可能性が高いですしかし同じく商品を知らないので売れないという可能性もあります 南半球のオーストラリアは日本やアメリカと季節が逆なので日本やアメリカで流行った季節物を売るという手もあります。ちなみに NG 商品はオーストラリアの厳しい規制に引っかかるものです。例えば TOTO ウォシュレットはオーストラリアでは100万円以上します。これは構成部品などをオーストラリア仕様に合わせる必要があるためです。日本で安く買って販売してもオーストラリアの税関で引っかかります。 うまく税関をすり抜けて喜んでいると、後から謝礼にならない罰金の請求が来る可能性もあります。このような落とし穴にはまらないように、オーストラリアに住んでいた経験を活かして商品探しをサポートします。転売アカデミーは超親切なサポートをしています。まずは、どのような商品が売れるかとかね、どのぐらい儲かるか。 あるいはサポートのお知らせなんかをメールマガジンでお知らせしますんで、こちらにメールアドレスとお名前を記入して、登録ボタンを押して、無料アマゾン輸出メールセミナーをご覧になってみてください。ご登録お待ちしてます。以上、天板アカデミー堀秀夫でした。